ちょっとさ、そう焼き肉食べてあのためっちゃ食べたから <laughs> あまりにも食べ過ぎたと思ってあの今日食べた分をもうちょっとだけでも気持ち消費しようと思って歩いて帰ったり歩い,っ <laughs> 歩いて帰ったりしてたからちょっと遅くなりました。こんばんばは そう絶対あまりでもさマジでさもうさ舞台終わってさ解放自分の体を今解放しきってるの。舞台終わってあの舞台終わって。あのー 昨日は家族と一緒にね過ごしたんですけど千秋楽家族が来てくれてたからあのー、そうで昨日も家族とご飯いっぱい食べてきょうも焼均肉食べてもう <laughs> やべいほんまにめっちゃ食べちゃったから今日実はあのー、広島帰ってきてちょっとレッスンがあったんですよもう久しほんに久しぶりのレッスンがあってめっちゃ踊ってきました <laughs> ちょっと自分への罪悪,罪悪感が、まあ、舞台終わってお疲れ様っていう自分にお疲れ様っていうご褒美ではあるんですけどそれにしてもあまりにもちょっと罪悪感がて溢れ出ちゃってそう昨日はもんじゃを食べて今日は焼肉食べてそうだからちょっといっぱい踊ったで歩いて帰ってきてお姉ちゃんもだから今日家族は今日東京観光してあのね 帰ってきたんですよ私はちょっと一緒に東京観光できなかったんですけど東京観光でいっぱいお姉ちゃんも食べたらしいからそうだからお姉ちゃんと「よしこっからは2人でダイエット習慣だね」って言って <laughs> そうご褒美が全部食事だったそうダイエット習慣だねって言ってあのさっき決意を固めました リビングでこんばんはえっそうベルちゃんえっそう舞台の話ねもうねオッケー解禁ちょっと舞台の話したいねなんかねそう舞台ねあのねディレイ配信って言って携帯で配信もされるらしいんですよ舞台ブルーレイでの,あのブルーレイ化も決定してブルーレイの予約ももう始まってるんですけど ブルーレレイイっっててもゲットできるし、そのディレイ配信って言って携帯で配信でも舞台この「楽園の女王」を見れるらしくってなのでそれのでも詳しい日程がまだ出てないのでまた出たら告知したいなと思うんですけどなんか機会があったらさその「ディレイ配信」を見るあずみんと一緒に「楽園の女王」を見る配信っていうのをやりたいなって思ってショールームで。ね、あの 舞台に見に来てくださった方もだし見れなかったよって方もねいるとおられると思うのでそう同時視聴みたいな時間作ってもいいかなってちょっと思ったりしつつ2時間 <laughs> めっちゃ長いけど <laughs> まあでもいけハショールマム配信で長いけどうんもありかなと思ったりまあでもディレン配信の日程が出てなんか詳しい予定が出て またできたらなと思います。えもりもりさんえー、かわいいたワーありがとうそう、解説とかもね、いろいろ裏話みたいなのも話せたらなと思うから。もりもりさんえかわいいバイタワー織姫と彦コ星のバイタワーただまたたぶありがとうございます嬉しい嬉しいありがえ来てくれてありがとうね、舞台。見つけたよ。 うん、こっち側にいた <laughs> 見つけたありがとうえちょっとさあの東京の時にもらってたタワーのお礼も求めてまた後日するねありがとうございました本当にかわいいタワー嬉しい見に来てもくれて嬉しかった応援ビジュアルの発送通知きたお来た応援ビジュアル 楽しみに待ってた応援ビジュアルもいっぱい書いたからメッセージあの応援ビジュアル中出てください舞台見つからなかった自信あるそれがね見つけたんだ <laughs> それがね見つけたんだ <laughs> 実は見つけたこっちにいたでしょこんばんは でもなかなかやっぱりねあのー、客席が暗いことが多いのでうん <laughs> なかなかでも頑張ってみんなのことそうあの最後のカーテンコールの時とかに必死に探したりしましたそう最後ねトリプえ待って美和子ちゃんえー タマーかなありがとうねみやみやも来てくれて嬉しかったお父さんに挨拶できなかったっ <laughs> しなくていいです <laughs> お父さんに挨拶しに行かなくていいですありがとねありがとう,ねありがとう本当に会いに来てくれてありがとう嬉しかったこんばんはベンちゃん助けてきます <laughs> ね、助けて欲しいですベルちゃんのこと助ける世界線助けてあげる世界線誰か作ってほしいそう舞台の話ねなんかねそう本当にもうすっごい優しい女の子だったんですよベルちゃんものすっごく優しい女の子 演じましたなんかねあのー、結構誰も報われないみたいな感じで結構なんかやっぱり殺されていくんですよねそのキャスその中でのあのー、なんだろう。 その世界にいる人たち、みんなね殺されていくんで,すよでもその中でもベルちゃんだ、まあ、でベルちゃんも結局は死んじゃうんだけどその作品の中で。でベルちゃんだけは殺されて死ぬとかじゃなくて唯一ベルちゃんだけが自分でね死んでいったのが。 ベルちゃんだけなんです私が演じてそう数少ないまともなとそううんまともそうだねまともだったうんまともに本当に優しくて可憐なだからその家族とかもね見に来てくれたんですけど家族はやっぱりそのなんかこう殺したりするシーンとかも多い中でそのベルちゃんが出てるシーンだけはなんか本当にオアシスじゃないけど。 <laughs> なんかもう「はあ」ってなるようなシーンというかそこのシーンは私が演じてたベルちゃんのシーンはそんな感じのねシーンをね演じましたそう嬉しい泣けるってみんなを泣かせれたのが嬉しい <laughs> 泣かせるぐらいの演技できたのが嬉しいかもじゃ あえ待ってひげ眼鏡さんあ,ありがとう嬉しいえタワーありがとう織姫タワーありがとうひげ眼鏡さんありがとう舞台お疲れ様今回見に行けたかったよまた来て来てほしいまたねまたみんなに見に来てって言われるように舞台で、ね、また出演できるように頑張るし見てほしいけんねなんかリレー配信とか あのブルーレイで円満化されたらねゲットして見てほしいなと思うあずみんのベルちゃんひげメガネさんにもいてもらいたい <laughs> ありがとうね頑張った嬉しいよありがとうございますねえ歌唱シーンそうでそうあのー そのねベルちゃんが亡くなるあのねその亡くなっあのー、じゃあえっとね何 <laughs> て言ったらいいんだろうなんかその舞台の詳細話すと国死病っていうのが蔓延するんですよその島の中ででその国死病っていう病気のそのそが出てそれのそ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  その島にいる私とか私ベルちゃんね友達のゾウイってことお,お,おきさんが演じるメリメアリーっていうのとそのがいる社長とかがいる会社キュ,アーズ会キュアーズ会社っていう会社でその黒糸病の治療薬を開発する開発してるんですよその開発にせん専念してるというかこう研究開発してて。 そそそうそう,そうその島でねでまだ治療薬完成してないんですけど完成してない段階でそのまあいろいろありまして国病にかかっった患者がやってくるんですそのキュアーズ会社に。でまだ治療薬は完成してないけど今あるこの治療薬をちょっと使ってみようって試しにもしかしたら成功するかもしれないでもまだ人間にまだ試したことない治療薬があるけどそれを その黒死病感染者が来たから使ってみようってってやるんですけどその黒死病治療薬がまさかの化け物にゾンビに変身させるそう治療薬薬で失敗しちゃったんですよ私たちがずっと作ってた治療薬がねそう失敗しちゃってその黒死病患者をゾンビに変化させちゃうんです私たちがでわーってなってて でゾンビでもう大波乱が起きてその中がうわーゾンビだー大変だーってなってたらその自分と一番の親友の,そのゾウイっていう女の子がゾンビに襲われそうになるの「やばい!」って「ゾンビ助けなきゃ!」と思ってそのゾウイってこうボーンとして自分がこう身代わりになってうわーって言って私、ま、ベルちゃんがゾンビの怪我をバーって追うんです。<laughs> そう 身代わりになって自分が怪我ゾンわけそうででもベルちゃん自身も実はね酷死病にかかっちゃっててそうだから酷死病にかかっちゃってるのとそのゾンビに傷を負われたっていうのでもう体がすごいね弱っちゃって。 まあでもでそっからまあ何やらかんやらありまして何 <laughs> やらかんやらありましてそのメアリーオキさん演じるメアリーが何やらかんやらあった中で治療薬をねそのゾンビにならない治療薬を開発したって言ってだからそれをベルに使いたいってなるんだけど一回そのゾンビになったのをみんな見てるからいやそんなベル は使わせれないよみたいな感じでその私が守ったゾウイとメアリーあのおっきさにじてるメアリーがこう言い合うんですけどそれをベルちゃんは「いいよ」って言って「<laughs> 実験に使って」そうもし全部ゾンビになりそうになったらその時はもう殺していいからって言って,言ってそう死をベルちゃんは受け入れて。 でも体はもう弱ってるしっていうので、その治療薬を打って打つんです。打ったんですよ結局ね。だったら黒死病の黒い斑点が消えて黒死病自体は治ったんですよベルちゃん。その治療薬は成功だったんです。結局そのメアリーが作って黒死病あの病を治す治療薬は成功してベルちゃんも黒い斑点消えて黒死病自体は治ったんだけど、そのゾンビに追われた傷の影響で。 体はもう結構衰弱しきってたから治ったけど体が持たずにそのまま息絶えちゃうみたいな。で亡くなっちゃうっていう役柄でしたねもうすっごいあの大まかにベルちゃんの部分だけを説明すると <laughs> そんな人生を演じましたっていうそうそうなんです でも本当に、まあ、ここだけじゃないんですよここはその「楽園の女王」の中の本当に一部分を私は演じたんですけど本当に「楽園の女王」を通してもうめちゃめちゃね面白いので自分の演技も含め見てほしいなと思うあの見れてない方も一回見た方もねちょっとじっくりブルーレイとかで見てほしいですねそう そこに至るまでの壮大なストーリーもあるしそうやり取りもねあるんですいろいろメアリーとのやり取りとかそう苦しいんでるしめっちゃ難しかったでも死ぬ死ぬシーンとかでそのねベルちゃんもで3人で歌うんですよそのベル自分がベルちゃんが亡くなる前に3人でそのなんか友達だねみたいな感じの歌を歌うんですけど歌,歌い終わってからこう弱るんですよあそこの演技も 歌い終わって、こう、なんか、あみたいな演技するのもすごいね、難しかった。めっちゃ練習しました。ホテルで <laughs> 夜な夜な <laughs>、ホテルで夜な夜な死ぬ練習を <laughs> してました、実は。<laughs> どうやってやったら、なんか、いい死に方できるかな、みたいな。 初めててですこんなに死に死ついて考えたの私 <laughs> そうね <laughs> あのー、本当に難しかったうんでねそのベルちゃんがまた優しいのが結局その治療薬はね成功し,し,したからしてで他にもその黒死病に感染してる患者さんっていっぱいいるんですよ。そうだから その自分がねもう死んじゃうってなってるのに自分のことじゃなくって死ぬ直前の言葉が薬をみんなにって言ってバタンって死んでいくんですベルちゃんがもうそれもさえ優しいと思ってベルちゃんの優しさですよ本当に自分のことじゃないんですよ死ぬ直前もベルちゃんは薬をみんなにって治ったから私治ったから薬みんなに渡してって言って。 死んでいいっっちゃうっていうそこもねめっちゃ大事な言葉じゃんこれってもうベルちゃんを表してるめっちゃ大事な言葉だから「あってやで、ね」っ <laughs> 私はベルちゃん、まあ、ベルちゃん演じたけどもうベルちゃんはねベルちゃんでベルちゃんという少女を演じれて本当良よかったなと思います本当に天使のような子を演じました天使すぎるでしょうね 本当に優しい女の子だったもうやればや,やってくほどにでもそうめっちゃ大事なシーンだから最後の薬をみんなにとかここをねどうしたらよりなんか響くように届けれるかなとかっていうのもいろいろえそう私そのもう本当になくなるその治療薬を打つ前の メアリーたちとのやり取りでそのでもメアリーとそのゾーイお友達のゾーイがベルが化け物になるかもしれないよって言ってる中で「いいよ実験に使って」っていうそのもう自分の死を覚悟した上で覚悟した自分として喋る気持ちみたいなのも <laughs> それも監督さんにそうなんか。 すごいここもねもっとこうしてああした方がいいよもっとここはこうした方がいいよってここはもっとここで一回ちょっと止めてここで抑揚つけて声色変えてみたいなすごい教えてもらったんですけどあそこのシーン。そうでもなんかもっと自分の死をもう受け入れて死ぬ覚悟を決めた感情でみたいな。 <laughs> 言われたけど「ああ全然そんな覚悟を持ったことないよ <laughs>」だからその感情が」<laughs> って言ってうんそんなそんな覚悟 <laughs> 覚悟決めた感情まだ分からんよ <laughs> って思いながら頑張りました難しいよねなかなか難しいよねうんすごく難しかった。 そんな表情見,て見えなきゃよかった、えー、でも確かに普段はね絶対にしない表情だったもんうんアイドルアズミンからは多分一生出ない表情かもベルちゃんの時の表情そうゾイがっさりやれちゃえわかるあのあとねそうもう全部悲しいよね悲しいけどなんかすごく後味が残って悲しい作品ってわけではなく 悲しいシーンはたくさんあるんだけど変に後味が残るような作品じゃなく本当に楽しめるね作品だと思う楽園の女王 <laughs> えそう伏線が結構多いんよじゃけそう本当に何回も見てあここがここにつながってたんだってなるところ多いと思う。 うん、伏線がすごく多い沖ちゃんは昨日の配信で安住の声がとてもいいってってえっ本当にえっ私こそですよ沖さんの声めっちゃ好きうん沖さん嬉しい声がいいって私も沖さんの声めっちゃ好きわ好きだなと思った今回舞台でご一緒させてもらっていっぱい聞いててそう そそうそう、上手でもねシリーズがずっと続いててねそうなんですよえでも大変だったそうめっちゃゆうきちゃんにいっぱい教えてもらってあのー、稽古の時から本番まで。 セレスが買そう本当あず AZM ちゃん <laughs> 珍しいあずもちゃんあずみちゃんなんかインゴみたいになってるあずみんあずみんがいやねでも本当にいい経験でした東京 帰ってきて本当にでも今日焼肉も焼肉もね2.5の4人となんか久しぶりに2.5の4人の空間がすごい久しぶりだったね楽しかったです焼肉みんなで食べてありがとうございました焼肉もみんなのおかげだから今日の幸せは本当にやばバイバイ団長よもうまたねまた続き話すし本当に一緒に見よう配信したいくボねパパさん 10位、熊野パパさん。1二位、クックさん。11位、オーツアットさん。10位、ケイゼディンさん。9位、ヌシーさん。8位、とっちゃんぼやさん。7位、ムイ・ムキチさん。6位、ビオさん。5位、コイさん。4位、ゆずキチさん。3位、ミアコウちゃん。2位、ヒゲメガネさん。そして1位は、モリモリさん。ありがとうございました。ありがとう。おやすみなさい。ありがとう。ありがとうございました。 また明日また明日